今や世界中のボクシングファン関係者の注目を集める WBCWBO 世界スーパーバンタム級統一王者の井上尚弥選手だが彼とて弱肉強食のボクシング界において最初から怪物足り得たわけではなかった井上選手がいかにして本物の怪物に進化していったのか対戦相手たちの証言をもとにその強さの秘密 戦うことの意味について綴ったのが、怪物に出会った日井上直也と戦うということ、森愛正則著講談社官、だ。井上直也と戦ったことで自分は世界王者になれた、と公言する、井上の四戦目の対戦相手、田口良一の物語を特別公開する。田口は試合後しばらく経っても、井上戦が頭から離れなかった。戦いようによっては、 もっとどうにかなったのではないか。この感情が強くなり、悔しさは勝つまで晴れない。そう思うようになっていた。約4ヶ月後となる2013年の大晦日、再起戦でライアンビトに判定勝ちし、翌年7月には元 IBF ミニマム級王者をどけ、2連勝。WBA の世界ランクに入った。ここで渡辺が動く。 WBA が世界ライトフライ級暫定王座を4度防衛中でペルー出身のアルベルト・ロセルを正規王者に昇格させるや否や対戦オファーを出した。当時、日本では暫定王者に挑戦できないですから。私から見たら、田口が一番戦いやすいチャンピオンがロセルだった。対戦できれば、田口なら絶対に勝てる。だから、どうしても挑戦させたかった。 正規王者になったタイミングですぐに連絡を取りました。どの王座なら獲得しやすいか、どのチャンピオンになら勝てるか。渡辺は主要4団体の世界チャンピオンを絶えず研究していた。田口に当てはまるのが、まさにロセルだった。渡辺が言う、大切なのはボクサーを見る目ですよ。いつもいろんな人たちと情報交換していますから。ロセル陣営にはライトフライ級王者では破格の10万ドルでどうだ。 相場は2、3万ドルですよ。でも、田口はやれば絶対に勝てるんですから。タイミングも良かった。渡辺には資金があった。渡辺プロモーションはボクシング部門と不動産部門の2つに分かれている。五反田駅の東口にあった渡辺ジムのビルを購入時の倍以上の額で売却できた。収益をボクシングに回せる。 ロセルを他の挑戦者に横取りされまいと毎日のようにマッチメーカーに連絡し交渉を依頼した。国際電話の料金が月額10万円を超えるほど頻繁に話し合った。世界戦やらせるからな、井上戦の後、リング上で田口と交わした約束。必ず守らなくてはならない。できれば、いい相手を与えてあげたい。それとね、私の欲ですよ。世界チャンピオンを絶対に作るんだと。 不動産の利益をそのまま年末のボクシングにぶち込んだんです。ロセル陣営は破格のオファーに飛びついてきた。2014年12月31日、東京・大田区総合体育館で WBA のトリプル世界戦が決まった。スーパーフェザー級王者内山は9度目の防衛戦、スーパーフライ級王者河野は初防衛戦、そして田口が王者ロセルに挑むライトフライ級タイトルマッチだった。 初の世界戦が決まり、田口はスパーリングを重ねた。石原が課した相手は当時無敗のローマン・ゴンサレス。八重樫・明らら強豪揃いだった。そんな時、井上陣営から連絡があった。田口選手とスパーリングをお願いしたいんですが。話を聞いた石原は快諾した。最初の手合わせから2年半、試合から1年4ヶ月が経っていた。当時よりハイレベルなスパーリングになるのではないか。 田口が成長を実感すれば、初の世界戦へ向け、メンタル面でいい刺激になると考えた。井上はすでに WBC 世界ライトフライ級王者となり、初防衛に成功。王座を返上して一気に2階級上げ、WBO 世界スーパーフライ級王者を回るナルバエスに挑戦することが決まっていた。ナルバエス、井上戦は、ロセル、 田口戦の前日となる12月30日に予定されていた。スパーリングの話を伝え聞いた渡辺は驚いた表情で言った。おい、石原よ、田口が井上のところに行くって、お前、正気で言っているのかわあ、行くなら仕方ないけど、大事な世界戦の前に、井上と拳を交えるのは怪我の恐れもある。ダメージを負うかもしれない。自信をなくすかもしれない。 様々なリスクがあった。田口は万全を期して準備を整えた。試合以上に壮絶な殴り合いを覚悟する。かつて、井上の死である大橋事務会長の大橋秀行が言っていた話を思い出した。スパーリングの直也と言ってね、減量前の直也はとにかく強いんだよ。ポテンシャルをいかなく発揮できるから、試合と比べてもすごく強い。確かにそうだった。田口は、 スパーリングの名をやを体感していた。それに加え、多くの噂を聞いていた。上の階級の選手が井上と拳を交え、アバラ骨を折った、眼下底骨折を折った。田口はまた井上との差が開いているのではと不安が募った。一方で久しぶりの手合わせで何か得ることがあるのではという楽しみな気持ちもあった。石原と共に横浜市の大橋ジムへと向かった。